こんばんは岡田斗士雄です、えー。1月14日ですね。あの昔は1月15日がですね、えー、なんだ成人の日だったのでちょっとまだ慣れませんけれども、大丈夫かな？映像切り替わってるのかな？はい。あ来た来た大丈夫ですね。あの開始のモニターの生が来てません。つ <laughs> いてません。まあいいや。<laughs> スイッチをオンにしてください。ただ単にオンにするの忘れてんだね。大丈夫かな？なかなかオンにならないね。 よしあ来た来た来たオッケーどうもすいません。コメントは見えてる？大丈夫ですえー。なんかあの番組始まった時のコメントに答えて言うとですね、えー、まず、あのでビルマンですか？あのー、もう本当につまんないよね。えっ、ー、とね。なんとか4話まで見たんだけども、<laughs> ひどいひどい <laughs> 原作な,なんでしょうね。あの bl の皆さんに媚びて。<laughs> <laughs> あなん別に誰でも作れるかなと思ったから <laughs> ねえいらないんじゃないのかなと思ったんだけど多分ねあれあの正直言って僕らは相手にしてないんですよ。あの海外の人向けなんですね。で,なんでね僕海外の人向けなんだろうなはあって思ったのかっていうとまあつまりそのネットフリックスっていうその。 局っていうのかなメディアの考え方がこれまでのアニメファンというのはもう開拓し尽くしたからここから先やるんだったら岩下監督にやってもらうんだったらという発注できてるし岩下さんもそれで考えてると思うんですよ。 1>, 1話につきワンハグって僕読んでんだけども工藤 <laughs> 明とその飛鳥涼が毎回毎回1話につきワンハグするんでふ、うん,って,んってやってもう、ま、全くいらないんだけどまああれはこれだけやっていれば不女子の皆さんにお,お喜びでしょうとか尊いとかって喜ぶんじゃないかなっていう大丈夫なの婦女子の皆さんあんな舐め切ったことされて <laughs> それでもそれでもなんか尊いと言ってしまうぐらい皆さんは重症なんだったらまあ構わないけれども。 いわゆるあの男子もののアニメでパンチラ胸揺れ見せられて「うお萌えー」って言ってるのを皆さんはバカみたいと思って見てるわけですよねそれと同じような超バカみたいなもの見せられてんだけどまあまあまあそれ置いときましょう海外向けっていうのは何かっていうとあのね70年代のね後半ぐらいに僕が初めてアメリカの SF 大会に行った時にそこで深夜の上映会で「科学忍者隊ガッチャマン」やってたんだよね。で、あガチャマンかと思ってたら、 そのガッチャマンの割と何でもない回でものすごい盛り上がってんのどうしたのかなと思ったらもうほんとアクションシーンなんだタだタに。タアタにアクションシーンで「あの科学忍者隊が」がギャラクターのザコをポコポコ殴るシーンで「うおっうおっ」って盛り上がっててで何かっていうと要するにあっちはその「科学忍者隊ガッチャマン」自体はテレビでオンエアされたことがあるから見たことがある人が割といるんだけども。 いわゆるるるその人を殴るシーンが全部禁止されてるんだよね。なのでアニメーションでそのインパクトっていうのをその拳が本当に相手にめり込むシーンっていうのを生まれて初めて見たのでそれでうわすごいうわすごいと日本人からしたらガ,ガッチャマンのアクションシーンって確かに、まあ、見応えはあるんだけどもウォーってうもんじゃないけども向こうの人が集まってウォー,ーって言ってたんだ。でちょうどそのイワサデビルマンってそのようなもんで日本では割となんだろうな。 まあ、こんなもんでしょというような過激な表現が海外ではああんかこれアートという枠もしくはその日本のアニメっていうアートっぽいものとの枠としてオンエアしたらすごいウケるんじゃないのかっていう戦略商品の 匂いがプンプンしてです、ね、見たらもう,もう4話でもうあのシレーヌが人間に変身した姿で出てきて「おいおい」と「人間に変身してたらそれはデビルマンだよ」と「デーモン族は自らの誇りのために人間の携帯なんか取らないんだけど何考えてんだよお前」って思って何だろうな原作逸脱とかそういうね別に原作主義者であるようなつもりは全然ないんだけども噛どころの抑えなさあのピンボ <laughs> あのにですね <laughs> あきれ返ってで勘所を抑えなくてもピンボケでもそれを上回る面白さがあればいいんだよ原作を無視してもそれを上回る面白さがあればいいんだけどもないんだよね。だから <laughs> ピンポンの時にはあったそれはやっぱり原作をリスペクトしてるっていうのがよく分か,か,ななかってたからなんだ。ところが漫画にはかなわないっていうの湯浅監督全く分かってないんだよ。それはもうなんか これまでの岩浅監督の作品を見てもオリジナル系が強いものでそんなに絵的にね何か面白いものって僕そんなにないと思うからそこら辺ねなんか、まあ、履き違えちゃったんじゃないかなっていうので、まあ、残念です。まあ、4話から先まあなんかね見るつもりはないと言いながら見てしまうかも分かりませんけどとりあえず4話までの印象としてはそんなもんです。あとポプテピピックっていうですね。 なんかあの深夜にやってるちょっと頭のおかしいアニメがあるんですけどもあいいよねあの俺はおそ松さんに望んでたのはああいうもんなんだっていうのが分かってもう「あのポップテビピックがあるから「おそ松さん見なくていいや」と思っててだからといって特に進めたりはしないっていうかねギャグだからやっぱ合う合わないはあるんでなんかあれが楽しめりゃ見りゃいいんじゃないのって思うしいつまでできるのかが本当に気になるよね。あのどんギャグって本当に。 やってなかったことをやるみたいなもんなんだけどもやってなかったことをやればやるほどうーん自分たちが次に取れる手が少なくなってくる例えば「ポップテックピピック」って30分番組であの同じことを2回繰り返して、まあ、声優さんだけ変えて2回繰り返すみたいなやり方してるんだよ。で1回目であのなんだろうなう、まあ、嘘っぽい RPG の「 コンテしか映ってないような画面で声優さんが一生懸命声を当ててるんだけども途中で実写になって声優さんが2人楽観とプロデューサーを呼び出してこれないですよひどいですよみたいなクレームつけてるシーンがあったのでそれが2周目で声優さんが変わってあったんだけどもこの2周目の声優さんの演技がまあまあど下手で <laughs> 学芸会みたいだったんだよ。でこれが学芸会みたいななやりなんだ。 なんだろう小芝居も売りにしてるのかなと思うんだけどもそれはやればやるほどもう次の手がなくなっていくってやつなんでまあ、期間限定面白いのが本当に今だけかもわかんないので、えー、もう僕にとって「ポップテピーック」は尊いと思って <laughs> 尊く見ようと思っています、えー、ではではじゃあ今日も「ラピュタ」を行きましょう、えー、では先週やったですね「ラピュタ」の後編ですね「天空腫ラピュタ」のですね えー、解説を思い切ってザッとしてしまおうというやつの後編です。まあ、あの4タイプ的に言うと何、あのー、何かかタイプって何かというのは皆ささん勝手に調べてください,、はい。宮崎駿は理想型で高畑勲は法則型で鈴木俊は司令型というのは、まあえー、僕の4タイプを知ってる人だったらもう,もうお分かりの通りですね。ただ宮崎駿はその理想型といってもやや注目の方に寄ってるのでなんか調子に乗ると記者会見 引退宣言しちゃうう、といです、ね、その注目型特有の痛いところがあると。で高畑勲は他人の気持ちにもう興味がないというかです、ね、他人の気持ちという概念がないのでナウシカのプロデューサーをやらないと言った時に宮崎駿がなんかこう飲みながら泣いた時に、えー、鈴木敏夫が「 高畑さん、あなたは宮崎さんの気持ちが分かんないんですか?」というふうに言ったら「はあ宮崎駿にも気持ちというのがあったんだ」というので <laughs> <laughs> 慌て,ててプロデューサーを引き受けたっていう,ですこう高畑勲というのはまあ補足、法則型で鈴木敏夫はもう司令型だから「勝った」としか言わないというかですねとりあえず何かあったら「えー、勝った」というふうに言い張る癖がすごく強いただそうであってもねあの鈴木敏夫が面白いところはその「 右回りの法則って呼んんでるんだけども、指令型の人が調子が良いと右回りにななっってやや法則型っぽくなる。つまり勝った負けたというような他人と比べてよりは自分にとって納得できる結果だったか自分の仮説っていうのが当たってたかどうかっていうのことを検証したからだからなんかね本を書いてる時の鈴木敏夫はやや法則型なんだだから鈴木敏夫の本って面白い。 でも、会議とかで鈴木年と話すと鈴木年の,の指令型のところがバンバン出てきてちょっとなんか嫌な感じするなっていう,うに思っちゃうというのが、まあ、僕の4タイプ的なあのスタジオジブリのですね、えー、あれこれであります。なののので、どうしても注目型っぽいいスタジオの若い女の子を、 宮崎駿がアイドル的に持ち上げて、なんかみんながいろいろチヤホヤしちゃうという構図になってんじゃねえのかなっていうのが、夢と狂気の王国ジブリを見たときのですね、なんか僕の楽しい観測でした観、えー、観察でした。ではラピュタの魅力からいきます、えー。ラピュタの魅力ですね。前回ちょっとあの後半これ話しますと言ったんですけども。 ちょっとね、変えてみました。あの準備してるといろいろ変わってきたんで前半ですねあの不思議なエロスですね矛盾した文明批判説明されないキャラクターって言ったんですけど今日後半です SF としてのラピュタと幻の産業革命あとバルスと宮崎駿ですねあのバルスっていうのは何なのかっていうのであの僕はですねこれまでにいろいろ言われてる例えばトルコ語では平和という意味だとかですねあとあの滅びの言葉だというふうに アニメでアイディアを説明しているんだけどもそれ嘘だろうというふうに思っているので,です、ねえー、ちょっとそこら辺のことをです、ね、語ってみたいと思います。ではで、すね、一番最初ですね、今日はです、ね、前回3番までやったので4番「ですね。SF としてのラピュタ」からです、えー。「未来のプロフィール」というです、ね、本があってです、ね、これはあのアーサー・シー・クラークというです、ね、イギリスの SF 作家ですね。 えー、がですね、2001年の宇宙の旅とかの原作をした人です。この人が書いたまあ、えー、ドキュメンタリー本なんですけども、どうやっても光るね。これぐらいの方か。えー、あのドキュメンタリーというかノンフィクションなんですけども、この中にそのクラークの三原則というのが出てくるんですね。で、えー、それは何かというと本の中にあるんですけども、レオナルドダヴィンチやアルキメデス、ガリレオガリレイにヘリコプターや自動車を見せたらどうなるだろうかってことが書いてある。 ここれれはあの、未来予測がどれぐらいいい難しいかということうで、よく言いますよねあのこういうのを見たら全部昔に予想された100年前の小説とか漫画見たら全部予想されたっていだからもう、想像力がすごいんだという人もいればなんか未来っていうのを昔の人は全然間違えてたとだからなんかこういうの当てにならないという人もあるんですけどクラークはその中に一貫した法則っていうのをですね提唱してるんですね。それは何かっていうとう もう本当にダ・ヴィンチやアルキメデス、ガガリリレレオ・ガリレーですよ。本当に、時代とかがもう千年ぐらい違ういろんな人を連れてきて現代のヘリコプターや自動車を見せたらどうなるかと彼らはおそらくすぐに原理を理解すると。で、えー、まああのんでかっていうとガソリンエンジンにしても飛行機にしても何にしても概念自体物理的なものっていうのは当時の理論の延長線上にあるかそんな難しくない。しかし、かテレビややコンピューータや原子論 見せたらどうなるか。彼らは電子や電流という精神的な枠組みを持ってないと理解できないか時間がかかるだろうという,うに書いてるんですね。でクラークが言ってるのがその最も簡単なものは何かというと例えばその原子爆弾だと原子爆弾というのは極端に言えばウランの塊2つをくっつけたら爆発するというだけのものだと。それを19世紀の末の科学者に、 これをくっつけたら、ものすす。ごい爆発しますとそれはなんか石炭で言えば2万トンぐらいの爆発力になりますと言ったら科学者はすごい呆れたような感じでゆっくりと「あなたは熱エネルギーの法則を知ってるのか」とかですねいろんな もう僕らよりもさらに進んだ物理の法則と進んだというか僕らよりも物知りな物理法則を一つ一つ丁寧に化学反応とかを説明しながら2つの金属をくっつけただけで熱がエネルギーが発生するのはどんなにありえないことかというのをとうとうと説明してくれるとそれぐらいあの核反応っていうのはそれを知らない時代の人にとっては思考のフレーム外だからよく分かんないっていうふうに言ってるんですね。で そういうパターンからまとめてです、ね、クラークはです、ね、3つの法則未来予測の法則を立てました。これです。えー ここれは光らないから、なかっち大年配で <laughs> 高齢、あの高名で有名で年配の科学者が可能であるといった場合大体その主張は間違いないとまた不可能であるといった場合は大体それは間違いであるこれがグラークの第1法則第2法則可能性の限界それができるかできないかを知る唯一の方法は不可能であるということが証明されるまでやってみるしかないです、ね。3番目。十分分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。 この3番目がかななり有名どういうことかっていうとクラークはオカルト的なもの例えばテレパシーとか念力っていうのはそれが絶対に存在しないというふうに科学実験を繰り返さない限り存在しないと言ってはいけないっていうふうに言ってるんですねそういう科学的なものの考え方っていうのを説明してるんですけども3番目が有名な十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。で えー、天空の城ラピュタは SF なんですけどもこの SF の中でもですね例えば具体的に言えばドーラーたちが使うメカっていうのはあの時代でも割と先端的なものなんですよでもそれは説明可能なものパズーが見てもわかるようなものなんですねところがラピュタの世界あの天空の城に行ってからのメカっていうのは説明不可能なものが多いとこの2つを対比させることでつまりその なんだろうなガソリンああと蒸気機関石炭の蒸気機関ーラたちが使っている石油のその内燃機関そしてその次のラピュタの超科学でそのラピュタの超科学の中でも実は2つの層に分かれているとこれを説明することでですね宮崎駿はすごい奥深くてなんだろうなあの面白い SF 的な世界を作り上げていると思います。ででは、つ目です、ね。タイガーモス号から行ってみましょう。 タイガーモス号っていうのはこのドーラたちが、えー、自分たちの基地にしているこう船ですね全長40メートル弱ぐらいだそうですこれに関してねあんまり図面とかがないんですってでちゃんとした図面はなんかあの味の男のにですねラピュタというドリンクを作る時になんか宮崎駿がなんとか考えたやつなんですけども、えー、こういうこうな,なってます ププロロペペララは、40反転プロペラになってます。かなり複雑な機構。ラピュタの世界のほとんどが石炭による蒸気機関なに対してこのドーラーの船タイガーモス号はこの部分にガソリンエンジンを積んでいてそのガソリンエンジンを回転させることによってこの4つのプロペラがそれぞれ反対側に回るめちゃくちゃ複雑な機構なんですね。でこの プロペラ左右のプロペラというのは推進機関というふうに思われるんですけどそうじゃないこれっていうのは羽を上下に傾けることによって垂直上昇とかするとき、ね、あとこの羽のピッチを逆向きにやって方向を急に変えるときに使われるというそういう設定になってます。これはあの、は、ねえー、かなななり複雑なメカなんでですけども、よいしょラピュタではです、ね、パズーが この爺さんのとかに連れて行かれた時にです、ね、後ろにまやっぱり巨大な歯車とかありますでパズーも一瞬で仕掛けを見て仕掛けが分かってパズーは機械の勘がいいからですね、えー、あっという間に修理をするのを手伝えたとこれぐらいのテクノロジーですで、えー、ただ今言ったですね羽を動かすからですねプロペラを回す40反転プロペラを回す上下プロペラを回すすべて1個のエンジンでやってるんですねなのでめちゃくちゃ動力伝達が複雑です 動力伝達が複雑っていうのはこれね。産業革命時代のですね。工場ではもうありがちなことなんですね。ちょっとね。分かりにくいんですけども。この絵を見てください。このこれは同版画なんですけどもこれはですね。その当時のですね。あの工場の典型的なですね。大規模工場の風景です。で、えー、上の方に向かってベルトが伸びてますね。このベルトっていうのは？ あの天井に1つシャフトがあってこのシャフトが工場の外にあるエンジン蒸気エンジンにつながっているそのシャフトが高速で回っていると。でこれがベルトによって各女性の手元のですね旗織り機のところへ伝達されて動力が伝達されてでそれで旗織り機が動くんですね。つまり女の人一人一人の前に旗織り機っていう機械はあるんですけれどもですねその動力になっているのは外に置いてある蒸気エンジンなんですね。それをガーッとぶん回して。 工場のど真ん中の空中というか屋根のところに巨大なシャフトがぐる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 回ってそこからベルトで動力を取っているというやつですね、えー、もうちょっと具体的な写真がです、ね、イギリスのランカシャーに残ってますこれですねこれはイギリスのランカシャーの紡績、ね、工場ですね旗折工場の写真なんですけどもです、ねえー、こんなふうになってるわけですね上の方に巨大なシャフトが回っててで、えー、それをベルトで駆動すると。 だから、その宮崎駿のメカこのラピュタの中に出るメカには歯車も出てくるんですけどもよくよく見てみるとこういうプーリーとかですねあとベルトっていうのもよく出てくるんですね。で、えー、パズーがですねこの蒸気機関のところに行ってよしこれ手伝ってくれってやってる時に切り替えギアの切り替えっていつ、んですあれ全部クラッチの切り替えなんですね。だからあのタイガーモス号というのは当時の蒸気機関にしてはかなり複雑な動力伝達をやっているっていうのがわかります,です、ね。 でまあ、あの操作はすべてこれ,これでわかる通りですねそり現場でやってるんですね。例えばエンジンルームでやっていてでおそらくプロ,ペアプロペラの動きの切り替えとかプロペラの根元であったりそういうふうなところでもう機械的にこの歯車をこっちへやってこのベルトをこちら側に入れ替えてっていう皆さんの自転車の後ろの,です、ね、その5段式ギア切り替えでベルトがあのチェーンがガチャガチャガチャって組み替わるじゃないですかあんな感じでやってるんですよ。なので ドーラたちがいるブリッジですね。あのこのタイガー・モスゴの先にあるですね。頭のどこにあるブリッジではですね、電声管で命令してるだけなんですね。ドーラたちはあそこであくまで電声管でこういうふうにしろああいうふうにしろというふうに命令してるだけであってですね、えー、動かし方はすべて現場でやってます。この命令は、えー、なんだろうなブリッジであって操作は現場っていうのも。 やっぱりそのの世紀末にすすれば最先端の思想なんですね。これがまあ後にオーケスあのオートメーションシステムというのを生んでいくような流れになるんですけどもまあ,あのここまでは SF というよりも冒険者のまあ、メカなのであんま SF ではありませんちなみにですねタイガーモス号はちょっとこれ蓋が今爪で開かないんですけども後ろ側ですね船体の向かって後ろ側にあのフラプターの発射口があります発射口というか飛び出す口があります これはあのー、機動戦士ガンダムの,絵の嫌味です。ガンダムではです、ね、ホワイトベースとかです、ね、あとあのジオンのです、ね、土台土台じゃなかったなあのガウ攻撃空母と出てくるんですけど全部、ね、あれね前から出るんですよね。でそれは飛行機的にありえないっていうようなことで宮崎駿が「そんなことがあるはずだねあんなもん全部後ろだ」っていうふうにやって後ろでやってるというですね微妙な嫌味をこういうところからもこう見ることができると わけですね、はいえー。ということで,です、ね、まずラピュタの中に出てくるメーカ SF として見るとそのあのタイガーモス号はギリギリ冒険者レベルなんですねでは次ですじゃあこのフラプターはどうなんだろうかとはめるだけなんですけどね。フラプターはです、ね、これあの人工筋肉を電気で動かしてるんですね。 なので、でまあ、半分だけ SF す、えー。手回しスターターでここのところでクランクでぐるぐるぐるっと回してエンジンを動かしてる描写があるのでなんとなくレトロな印象があるんですけどもモーターで電気あの発電機で電気を生み出してる思想は実は当時にしてもかなり新しいです。実は、あのモータータより発発電機の方が先に発明されてるんですけども。 モータータの発明自身はです、ね、1873年のウィーン万博というのがあってそこで,です、ね、発電機になんかこう展示会の時にですね技師がつなぎ間違えて間違えて発電機に電気を流すってことをやっちゃったんですよで。発電機に電気を流した瞬間に発電機がウィーンって動き出したから「えっ!」っていうことでモーターというのが発見されたというふうな事故があったんですけども、まあ、そういうです、ね、あの発電機とモーターの関係を ですね、ドーラのこれを作った、まあ、元夫というか元愛人は知らなかったので,です、ね、あのエンジンで発電機を動かしてその発電機の力で人工筋肉を作動させて動かそうというふうに考えたわけですね。でこの考え方はもちろんですね18世紀の終わりのイタリアのです、ねえー、お医者さんにして物理学者のガルバーニ。 のの発見によるものです、えー。死んだカエルの足をです、ね、電気を流すと動くと発見ということで,です、ね、ガルバニア有名な肖像画なんですけども <laughs> 肖像画にです、ね、カエルの死体と電極が書いてあるという嫌、ね、な肖像画が後世に残ってしまってるんですけどもですね。 <laughs> えーですね、これはもう本当に大センセーショナルな発見で当時でもあのヨーロッパの高級サロンでは、えー、スポーツとか芸術の話題と同時にこういう科学の話題がもてはやされたと。 ですけれどもです、ねえーこれを、このガルバーリンの論文を読んで新聞記事を読んだバイロン教ですねあの。当時の詩人として有名なバイロン教はです、ねえー、友達で駆け落ちしてきたパーシー・シェリーという男とでその男の彼女ですね、16歳、わずか16歳の,あの婚約者のメアリーという女の子と3人で,です、ねまあ、もう一人いたんですけども、スイスのレマンコのほとりの別荘にこもってこれ、すごいじゃん,なんか俺たちでこれ小説にしようぜって言ったらおみんなで書こうみんなで書こうって言ったんですけども、結局、書いたのは。 メアリー・シェリーだけメアリーの,その16歳の嫁さんだけだったんですねでそのメアリー・シェリーが後に書いた「電気で人体が動く」という小説がフランケンシュタインだというのが、まあ、これはまあ1年半前ぐらいに話した通りですでここまでま,たまだこのフラプターも僕ら現代人で理解できるですね歯車やシャフトでできているメカなんですねだから SF っていってもまあこの人工筋肉あたりからそろそろ SF になっている SF としてのラピュタですで さて！3つ目です。えー、っとですね。ロボット兵ですね。もうね。これに関してはね。言い訳のしようがなく、完全に sf です。この辺から sf 作品になってきます。えー、息子はあの映画の中でムスカがですね。我々にはあの材料が、えー 粘土なのか金属なのかもわからないっていうふうにシータにいうシーンがありますそれぐらい全く何かわからないものとして出てくるとで素材はもう伸縮自由だし、まあ、宮崎さん自身の設定によるとあの形状記憶セラミッんかこう柔らかくも硬くもなれる形状記憶性のセラミックっていうふうに言ってるんだからもう何が何かわかんないとで分解もできないし、えー、修理もできないと部品寿命が どれぐらいあるのかわからない。なんせ、この落ちて壊れたやつ以外、ほとんどですね。そのあまりにも年数が経って朽ちてしまったやつはあるんだけど、それが朽ちた理由も。なんか、中の回転部分とか、可動部分が摩耗したのかどうかもわからないんですね。少なくとも千年間、ほっとかれた。あの、他のですね、ロボット兵がポンポン動いてるんですからですね。なんだろう。 可動部品の摩擦がゼロかもわからないというです、ね、恐怖のメカですで動力源も分かりません燃料やバッテリーも全くわからないとここからロケット噴射して空を飛ぶ加速するんですけどもそれもですねロケット噴射するんだったら燃料を積んでなきゃいけないんですけどその燃料庫も全く見えないっていうですねどこがどうなってるのかわからないんですねでゴリアテの一応大砲を至近距離からドーンと真上から撃たれて壊れたのでまだそれでも ラピュタのメカの中では、実はこのロボット兵って果糖な方なんですよ。あのおそらく僕はあのの後で話しますけど、ラピュタの文明っていうのを前期ラピュタ文明、後期ラピュタ文明って分けてるんですね。で、これはあの後であのちゃんと出しますけど、証拠もあります。証拠というか僕なりのあの論拠もあるんですけども。前期ラピュタ文明は本当に理解不能なんですよ。それはもう非鉱石みたいなもんで。ただそれが後にですね。 ラピュタが世界を支配するようになった。つまり、あムスカが、ラピュタってこうだと思い込んでる後期ラピュタ文明。これが武力で世界を支配していた時代の後期ラピュタ文明なんですけど、その時代のラピュタ文明の産物ではないのかなというふうに考えています。だから、まあ、この19世紀の人間には、理解不可能でも、僕らが見ても、まだなんとなくできないことはない。ただし、ですね、これ困ったことにですね。 あのまあ、どの辺が理解できるのかっていうとここなんですよ。あのシータがですね、えー「我を助けよ」っていう呪文を唱えた時にロボットが動き出すすんですねで。この断面にもう本当にあの不思議ななんだろうう,うねうねみたいな部品がついてるんですがこれがガーッと動くんですけども面白いことにですね肩についてる腕の部品ですねつまりこちら側の部品は動くんですよ。 ところが、えー、我を助けようと言ってもですねつまりなんだかんだ言って中央に動力部があってで、えー、シータが助けを求めた瞬間に動力につながっている肩の方の二の腕の方は動いたんだけども切り離された手の方は全く動かない死んだままなんですねつまりこれって僕らが理解している機械の範疇なんですよ。 なんんんだだだかか言っってても、動動力がつながってるから動くんだと。確かにその動きとかはか不思議でなんか生態みたいなんですけどもそれは動きが複雑なだけでなんだかんだ言ってもまだ理解できる機械の範疇なんですねこいつは。だからかすかには理解可能なテクノロジーこれがラピュタに出てくるロボットです。さてここから先がですねラピュタのですね超科学 SF のところです、えー。しばらくフリップないんですけども。 ラピュタでですね、本当に理解できない S.F. 設定っていうのはですね、飛行石ぐらいからです。飛行石っていうのはシータが胸から下げてるやつですね。で、えー、っと内緒にしときなさいよという風うにお母さんにずっと言われたやつなんですけども、まあ、もちろん S.F. ですし、クラークが言う第三法則ですね、魔法としか思えないような機能を持ってます。まずラピュタの多い継承者の命令しか受け付けない。で、どう考えても弾重力みたいなことが可能。 しかもそのエネルギー源をどこからも受け取ってないなんですよこれってあの全てアニメの中の絵で描かれてるからこのロボット兵とであとナディアの飛行石って同じように不思議なテクノロジーに見えるんですけど明らかに階層差があるんですよ。さっきも言いました通りロボットはまだ我々の理解範囲の中なんですけども飛行石っていうのは明らかにそれよりも1,000年ぐらいは進んでるんですね。で ロボットととと、との違い、いい番何かというと組み立てられないことなこんです。飛行石には一切何の組み立てた跡もないんですねでもこのラピュタのロボットは墜落したら壊れて分解されてる状態なので組み立てた跡がかろうじて分かるんですね部品のつながりっていうのが分かるとで、えー、つまり iPhone みたいなもんでバラせるんですよどんなに不思議な存在でもでも飛行石はばらせない一つの透明な結晶なんですね 全く理解できない。仕掛けがわからななないどころでくて、一つの塊なんですよあの。ラピュタの方角を示すビームを光をパーッと出すんですけどその発光源すらわからないんですね真ん中の適当な位置から光がピュッと伸びてきてしまうというこれ宮崎駿が、科学に無知だからじゃないんですよ。そうじゃなくて SF の,そのクラークの第三法則っていうのを知り尽くしてるからこそ少しずつ出せるラピュタの科学力のですねその段階さなんですね。で まあ少なくとも声に反応するか音声認識もできるんでしょうしその人がラピュタの多い軽症者かどうかわかるから遺伝子認証みたいなものもあるんでしょうでも半重力に使われたエネルギーというのが説明つかないシータの体重が 40kg だとしたら 40kg× 重力加速度9.8の事情、ね、×1,000m の高さから落ちたとするとあれを中和するにはです、ね、およそ400万ジュールぐらいのエネルギーが必要なんですけども。<laughs> <laughs> まあ、カロリーベースでいうと90万,キロカロリー90万カロリーぐらいですかそれをね5ム程度の非 <laughs> 鉱石から得ようとしたら核反応ぐらいしかないんじゃねえのかっていうようなエネルギー効率の良さですね。で、まあ、あのラピュタがんだろうなあの最後にいくラピュタが木に覆われてるのは、まあ、これ宮崎駿の趣味であるのと同時に非鉱石が植物を育てる。 力を持って,るっているうのは、えー、これはあの、まあ、インタビューで宮崎さんが答えてるんですね「宇宙の聖なる根源であるからシータが生きてこられたのも飛行石によって畑がよく実ったから」っていうふうに言ってるんです。でえー、っとですねなんでラピュタのあいつ違った飛行石があるところの畑がよく実ったからなんでラピュタでは木々が育ったかっていうのはこれはあの火の鳥。 というです、ね、手塚治虫の小説に出てくるです、ね、1960年代に検討されていたアイソトープ農場の漫画です。アイソトープ農場というのはです、ね、中心にです、ね、放射線を出す、えー、タワーがあってです、ねでまあ、あのそこで,です、ね、男の子が1人です、ね、壊れたロボットに抱えられたまま。 あの話して話してって言ってるんですけどもです、ね、そこで半日ですね置かれたので、まあ、重大なです、ね、放射能障害を負ってしまうというお話がここであるんですけど、まあ、ロビターの話ですねロビターが後に死刑になる原因になった事件なんですけどもアイソトープ農場というのが出てくるつまり、えー、放射線によってですね、あのー、これ何回か前に話したんですけど放射矯正って言うんですけども、えー、放射線の作用によって植物に関しては 明らかに育ちが良くなるみたいな。ことがですね。50年代60年代にはよく報告されたんですね。ただ、もう今はあのアンチ原子力というのが多いので、そこら辺のことはあまり研究する人もいなくなって、元データがわかんなくなっているんです。けれどもですね。で。あの飛行石自体がそのポム爺さんが言ってる通りですね。エネルギーを発散するんだけども、すぐに揮発してしまうと。 でものすごい技術なんだけども人が触れてはいけないものっていうふうに考えると原子力のメタファーとして宮崎駿が考えたんじゃないのかなというふうに僕は思うんですね。あの宮崎駿っていう人は、前回も話した通り、本当に一で縄ではい,けないかない見せ方をするんですよ。だから僕らが原子力のメタファーとして考えたらそれはなんかアニメの中で言いたくなるんですけど宮崎駿は逆でそれを思いついたらそれをできるだけわからないようにわからないようにしたがるんですね。 なので何か人間が作り出した自然の中にある膨大なエネルギーで触ってはいけないものでこれですね、えー、青い光を放つものですねこれはあの、えー、原子炉の中のですねあのまあ燃料棒の近くから出てくるチェレンコフ放射っていう現象ですチェレンコフ射と言いますチェレンコフ放射っていうのはあの核物質の中から出てくるですね微粒子がですね、えー、減速して 実は、光の速速速度度より速い速度で出るんでですよ。でも僕らの世界では光の速度より速いものはないので光の速速度までで減すするんですねで。その減速した瞬間にその速度差のエネルギーを青い光として放出するこれがチェレンコフ放射というやつです、えー。覚えておいていただければいいんですけどもゴジラの背中が光るのもチェレンコフ放射。 ですなので最初のゴジラが出てきてあの昔のです、ね、初代ゴジラが出てきて火を吹く時に背中が光るというのはあの瞬間チェレンコフコが出るぐらいの核反応がゴジラの中で行われているということで,です、ね、別に新ゴジラだけの設定ではないんですね核反応っていうのは。えー、というふうになっています。でこれですねあのー 当時からよく言われたこの非鉱石っていうのがです、ね「不思議の実のナディア」に出てくる「ブルーウォーター」と同じだというふうに言われてたんですけどもちょっとねここからもうこれを、えー、説明するのはこん今回が決定版にしたいのでですね「えー、ナディア」との関連も話しておきますね。 えー、一番最初にそのブルーーーウォーターの設定とかは全部僕が担当しまししたで。僕が担当してこういうふうなものだと決めたんですけどもそれがアニメの中でだんだんだん,だん使いにくくなってくるんですねでアニメの中で使いにくくなってきたのでもうあとは安野くんにお任せで安野くんが好きなようにこう変えていくというふうなことをやっててただそれでも安野くんの方がアイデアが尽きてきたんで「岡田さんあれどうなってますか?」って「いやあれは実はこうで」って言うと安野くんがまたその中から使いやすい部分だけを拾っていくという。 方ですなので僕として説明できるのは一番最初に作ったブルーウォーターの説明します。でもちろんあれはです、ねあの「ラピュタ」の後なので宮崎駿のパクリ企画というのもなんですけど NHK から出されたです、ね、昔の宮崎駿が書いた「海底世界一周」という企画書があってこれを作れと言われてブルーウォーターで「ナディアじゃん」と思ったんですけどもこれを作れと言われたからにはまあ、考えなきゃいけないんでなんとか設定でっちゃるわけですね。で 古代アトランティスの遺産とでバベルの塔などのナディアに出てくるバベルの塔などのすべての遺跡の軌道装置でありエネルギー源ですでもそれは何かっていうとあのブルーウォーターというのは物質ではないんですね物質ではなくて実はあれ情報なんですねただ情報があまりに膨大なためにですね見かけ上の質量すら持ってしまってるんですね。 質量とととかかか体積とか手触りとかを持ってるのは情報があまりに多すす。ぎるからですどれくらい多い情報かというと地球が生まれてからですね現代までの全てのこの地球空間にある原子のです、ね、位置情報まで全部入ってるんですねなのでブルーウォーターが一つあればそれ一つあればです、ね、地球とか地球の生命とかそこの人間一人一人の人生からそれが作った文明まで全て再現可能なあれ記録装置なんです。 ただ単に記録装置なんですね。ただ、それがあまりに情報量が多いので、物質の形というのを見かけ上、僕らの次元では持っているというのがまあ設定です。なので、オープニングでアップになると、無限に細かい模様ができますね。あれは、あそこまでアップにすると、そろそろ内部構造の一段目が見えてくるんだけど、その奥に十何段ぐらいまだ構造があるので、まあまあまあ、あの現実世界ではそこぐらいまでしか見えませんねという設定です。で ここからがポイントなんですけども実はですねガーゴイルという敵ですね敵の親玉ネオアトランティスの親玉は最後の最後死ぬまでブルーウォーターというのが何か理解できなかったそれどころかネモ艦長もあのブルーウォーターというのが何なのか最後まで理解してないんですこの今言った設定をでおそらく監督の庵野君も一生懸命説明したんですけど何なのかよく理解してくれなかったんですねなので奪い合うんですよブルーウォーター。でもも。奪いっても あれただったらレコーダーだから <laughs> レコーダーだから <laughs> 意味ないんですよ誰も使えないんですよ。でラピュタのオマージュとして出てきた「まあ、不思議の海のナディア」ではです、ね、もちろん天空の城ラピュタも登場するんですただラピュタはですねそれが「バベルの塔」っていうですねあん中では光線兵器として出てくるものとです、ね、あとはあの遺跡として出てきた巨大宇宙船「レッドノア」っていうやつですねあとニューノーチラスもそうなんですけどそこら辺がですねその ラピュタの代わりなんですけども。しかしレッドノアと呼ばれるあ最終回付近に出てくる宇宙船あれ不思議なんですよね実は惑星間飛行能力すすらないんですよ。ネオアトランティスが復活して浮いて地球の上空飛んでるんですけどそこから上に行きませんよねあれなんでかというとそこから上に飛べないんですよ。でなんでかというとあれは地,地上と軌道衛星までの往復シャトルですらないからなんですね。でじゃあ、バベルののの塔というのは何なのか。 あの不思議の無いナディアに出てくるバベルの塔っていうのは周りになんか反射衛星があるから攻撃兵器みたいに見えますね違うんですよあれはただ単に通,ーー、ね、通信用レーザーの出力があまりにでかいから地上に向かって使えば攻撃兵器にもなってしまうだけであれはただ単にあの通信機なんですねそれも数百光年数千光年向こうまで届く巨大なレーザー発信機なんですね。 で軌道上の反射衛星を使って地球上のどこにでもエネルギーが送れるというそれだけのすごく便利な仕掛けです。で直にアトランティス本性ですねアニメの中に出てきませんでしたけどアトランティス古代アトランティス文明というからにアトランティスという人たちがいたわけですそれは宇宙からやってきてその本性との通信機なんですね。でえー、っとですねなんでこんな誤解が起こるのかっていうと。 まあ、あの僕らの世界でもです、ね、電子レンジというのがあります。電子レンジというのはです、ね、あのアメリカで,です、ね、軍事用のレーダーの実験中に偶然発見されたんですね。あの第二次大戦後すぐだったと思うんですけれどもです、ね、あのレーダーの,あの装置の前にパーシーとかおっさんがです、ね、え立っていたらです、ね、ポケットに入れたチョコレートバーが溶けたんですよね。で、「なんだこれは?」というふうなことで発見されたのが電子レンジです。ね。実はその 本当はレーダーなんですけど電子レンジに使えるよっていうのが分かってそれでまあなんか電子レンジっいうのが発明されたんですで、まあ、最初にポップコーンを作ったそうなんですけどもガーゴイルっていう人はネモ館長もそうなんですよねこのレーダーという機能が理解できなかったのでレーダーを電子レンジとして使っちゃった人たちなんですね。 なので、バベルの塔を起動したからにはあれはなんか地球上で破壊兵器みたいにして使っていても本当の役割は100光年ぐらい離れたところにあるアトランティス本線との通信回線なのでアニメの最終回ではです、ね、1991年の現代に、えー、古代私たちを作った神様のアトランティス人が来るのがはい、最後のラストシーンというパターン A で僕が出したやつなんですけど <laughs> パターン A、パターン B、パターン C とかいろいろあるんですけど <laughs> それはもう、もちろんボツになってしまいまして <laughs> <laughs> まあただあのそういうふうなですね最後は何だろうなあの海という人類がまだ開拓してない世界っていうふうなものに憧れを持っていた19世紀の話を今の僕らがどういうふうに見るのかとそういうふうに見れないからじゃあ次の訳の分かんない出会いみたいなものっていうところまでつなげていこうというのが、まあ、僕の初期設定だったんですけども。で えー、これがですねラピュタでも同じようなことが起きてるとだからあのラピュタであの破壊兵器だと思っているインドラの矢とかですね <laughs> あのソドモとゴモラを滅ぼしたというのもあれも似たようなもんじゃないかなというふうに僕は考えてるんですねでじゃあですね、えー、ラピュタの SF 設定5番目ですねラピュタ本体に行きますちょっとねあの放送が一般放送終わっちゃいそうなんだけど延長しますね。これあの 最初のオープニング出てくるですねあのこれがオープニングなんですけどもこれ見た時に僕ねオープニング最初見た時ちょっとここでがっかりしてああ宮崎さんだからまたレトロメカでプロペラで飛んでるこれ最後に出てくるのかと思ったらですね全然違うと、まあ、ここら辺のちょっと肩透かしのうまさがラピュタなんですけどこれやっぱ面白いのはやっぱりあのー 言い伝えで聞いてる人たちっていうのはプロペラでで飛んいいることぐらいしか思いつかなないって意味なんですね。つまりラピュタの科学力っていうのはもっと進んでるんだけどもその時代に生きてる人は自分たちなりの解釈してるからプロペラを考えちゃう同じようにムスカもラピュタの機能っていうのを機能がわかるんですけどそれが何のためかというとこれ攻撃兵器だこれがあれば支配してたに違いないというふうに発想しちゃうというのが面白さだと思います。 でこのラピュタのイメージはもちろんまあ皆さんもご存知の通りプルーブルーゲルのですね、えー、バベルの塔ですまああの、えー、アンコールワットの遺跡にその木が生えているっていうのもあのイメージになっているそうなんですけどもこうなんでこのバベルの塔だというふうに言い切れるのかというとですね宮崎さん自身が書いたイメージボードが残ってるからですね、えー、これがですねあの実際に使われたイメージボードです。 でえー、天狗の城のラピュタの階層というのをこちら側に書いてましてこの階層は、えー、てっぺんが神殿になっていてその下の第1層天,帝天皇陛下みたいなものです天帝のいる階第2層は騎士の階十二神将の塔第3層エデンのその、第4層人民で下界っていうこういうふうな構造になってますねこういうふうに大きい構造になって地上にまだ、えー、ラピュタが浮いてなかった頃にあった、えー、地面というのがついてます。つまり これ、地上にあったものの空中に浮かべたものなんですね。ムスカが語るこのラピュタがですね科学力で世界を支配したっていうのは本当なんだろうかと僕疑ってると言いましたで僕が考えているのが前期ラピュタ文明ですね。えー、もう今完全に忘れ去られて記録も残ってないやつは神に会うためにつまりここにあの「神殿」って書いてますから バベルの塔の塔代わりなんですね。神に近づこうとして神に会うために空中に、えー、城を浮かべたというのが目的です。でそのために空に空住んだ。と,ところが後期ラピュタ文明神に会えないことが分かったので地,地上を支配するようになってで恐怖でこれがムスカが知ってる状態のラピュタです。 だからラピュタっていうのは昔空の上に住んでいたおとぎの島なんかじゃないそれは実際は核の力恐怖の力で世界を支配してたんだというような2つの時代を混ぜていってるだけだというのが僕の考えなんですね。でこの神殿っていうのは本当に宗教かっていうとラピュタに住んでるのはラピュタ人としても神殿っていうのは神様を迎える場所なんですよ。でその神に会うためにラピュタっていうのは空を飛んでそれでも届かないから神殿を作ったと。おそらくラピュタ 人いいうのがいてです、ねで、それは、まあ、あの宇宙に住んでるようなやつなんだろうとで彼らからテクノロジーは教わったんだけど中心理論というのは理解できないなのでラピュタの中でも非鉱石とかそういう、えー、全く再現不可能なオーバーテクノロジーとロボットのようにラピュタの教育があれば人間にもギリ理解可能な2つの文明っていうか科学が存在していたんですね。でこれがじゃあ どうやって岡田としようよそれはお前の妄想じゃないのかというふうに聞かれると思います。えー、宮崎駿の、えー、ここですね。書いて消してる部分です。ここが重要なんですよ。えー、この部分拡大してみました。<laughs> 拡大するとこれね本当にねもうあのそこら中で発表されてるもんだからみんな見たことあるんですよ。えー、拡大しますと「天より荒人神降臨したまいし時」神の秘跡あ「神の秘跡として宙に浮かび上がりた古き町今世界を滑る生徒として空に君臨している」と2つの時代なんですね。一番前の「天より荒人神降臨したまいし時」というふうに書いてるんですね。空からその 神様みたいなものが現実に人物になったものがですね、えー、降りてきてでその時に証拠として空に神様あのなんだろうな街を浮かべてくれたとでもその街は今世界を滑る生徒として空に君臨しているとこれをですね書いたんだけども映画の中で見せるのをやめたからキュッキュッキュッって消してるんですね <laughs> これが初期設定でですね初期設定というか捨てた設定じゃないですか。宮崎さんがよくある 考えたけども、映画の中でやるのをやめただけなんですね。なので、このラピュタの中には二重文明というのは存在しているわけです。であのー この宮崎駿ですね考えだけども見せるのをやめたというのはです、ねえー、もう本当に、ね、よくある話です。例えば、えー「ジブリ汗まみれ!」というあの鈴木敏夫さんがやってるラジオ番組の中で愚痴っているんですけど宮崎駿はパズーの視点しか描きたがらないとパズーにとってどう見えただけ描くとそうするとラピュタの前景描いてよとあの雲の中に浮かんでるラピュタってあるじゃないですか。あれ宮崎駿 パズーはそれを見てないとパズーは雷を抜けたらもう急に「ラピュタだから見てない」って言ったもう鈴木敏夫と今度は高畑勲と2人がかりででもみんな見たいからって必死で説得してる宮崎駿が「いやいや書いてくれたの書いてくれたのが雲に半分隠れたラピュタ」なんですよ。それぐらいななな、んんか、だろうな宮崎駿っってやっぱ僕ね、<laughs> 調べたり、あと実際にね。知ってる人物像から考えても1000個アイデアを思いついたらそのうち100個書くんですよ。で、結局使うのは3つだけなんですね。もう精密なんですよ。1000個思いついたら100個絵に描くか文字にするか、今みたいにあら人が見てふうに書くんですけども、そん中で。 使うのは3つだけなんですね。アニメの中で見せるのはそれが映画だっていうこういうふうに捨てるのが映画だというふうに言ってて鈴木敏夫はだからあの「ラピュタ」の冒頭で出てくる飛行機械みたいなやつもものすごい書いたんですけども宮崎駿はこれも使わない使わない使わないと捨てるとなんで使わないんですかって言ったら宮崎駿が鈴木敏夫にそれが映画だよっていうふうに言ったというんですねたくさんたくさん考えてほとんど捨てるのがこれが映画だっていうふうに言ったっていうんですけども。 なので,です、ね、宮崎駿がです、ね「ラピュタ」の中で使わなかった設定として、えー、空から降りてきた人が「ラピュタ」という文明を与えたとしかしその人たちはもういなくなってしまったので我々は、えー、この世界をまあなんだろうなと支配することにしたというのが文章としてて残っいるわけですね。えー、以上です、ね、決して妄想というわけじゃないぞという説明のです、ねえー、やっとここまでで第1部の終わりです。 <laughs> 今日語るのは SF としてのラピュタとですねあと幻の、えー、産業革命とですねで最後ですねバルスと宮崎駿なんですけどもここから先はは、後半に行こうと思いい。ます。えー、ではアンケートを出してくださいなんかね面白いのはさっきの宮崎駿のメモで消してるやつとかっていうのは本当にネットで調べたら拡大写真とかもいくらでも残ってるんだけどもそれでラピュタっていうのがどうかっていうのを考える人はいないんですよ。みんなその アニメの中のの中セリフの説明でで納得しちゃってるんですよね。「ラピュタは本当にあったんだ」とか「いやあれは実は本当は武力で制圧してたんだ」ってムスカのセリフとかそこで納得しちゃってるんですけど宮崎駿のその性格っていうのを考えたらそれだけじゃないっていうのがわかると思うんですけども。はい、では結果出してください。はい、おいいいね。<laughs> ありがとうございます。 えー、ということで,です、ね、後半ですね、えー、幻の産業革命から入りましょう、えー、皆さんあのトイレは我慢してください一気に最後まで行きますからでは切り替えてください岡田敏夫です最後までご視聴ありがとうございました 岡田斗司夫ブロマガチャンネルのご案内です。えー、毎週日曜夜8時からですねニコニコ生放送岡田斗司夫ゼミをやっています。テーマはアニメや SF、ハリウッド映画、や経済問題などまああの政治とスポーツ以外はですね大体取り扱ってます。えー、番組は毎回無料のです、ね、表放送45分と有料のですね裏放送がその後でさらに45分合計90分あります。 岡田年夫ブロマガチャンネルではですね、毎月たった500円でこの表裏、両放送がすべて見れます。過去の放送も見れますし、あと毎日メールマガも配信しております、えー。参加お待ちしております。